ごめんね。ねえねえ、ごめんね。4歳になって間もない娘の口癖が始まったのは、ちょうど1年前。妻がこの世を去った後からだった。絶望と悲しみの中始まった娘との二人暮らし。満たされない母親からの愛を、俺では埋めることができず、毎日やりきれない思いで、自分を責めてばかりいた。そんなある日、亡くなった妻の姉が、俺たちの前に現れた。一緒に暮らさない？義士のその一言で、俺と娘の人生は大きく変化する。だが、この時はまだ知らなかった。義士が人に言えない秘密を抱えていたことを。俺は井上正史。出版社で働く30歳。1年前に妻の舞子を亡くしてから、4歳になる娘の遥と2人で暮らしている。妻の舞子は不慮の事故で命を落とした。その日、舞子は仕事が忙しい俺の代わりに、娘を車で保育園まで送ってくれようとしていた。あなたはゆっくり寝てて。たまには私も運転しないと感覚が鈍っちゃうから。舞子の笑顔を見たのは、それが最後だ。事故の連絡を受けて病院へ向かうと、そこにはすでに息を引き取った舞子の姿が。一瞬のうちに目の前が暗闇で覆われ、現実を受け入れることができない。すると、悲しむ間もなく、看護師から娘が目を覚ましたと声をかけられた。急いで娘の病室へ行き、弱々しく目を開けている顔を見た途端、涙が止めどなく溢れ出した。はるか娘を抱きしめながら、何度も何度も名前を呼んだ。この先、娘は母親のいない人生を歩まなければならない。受け入れがたい過酷な運命に身を置くことになった娘を思うと、罪悪感で胸が張り裂けそうになった。こうして、その日から舞子のいない生活が始まる。天真爛漫で、太陽のように明るい笑顔で、俺たちを照らしてくれていた舞子は、もういない。暗く塞ぎがちになる気持ちを必死にこらえ、俺は舞子を見習い、明るく振る舞うようにした。口下手で、真面目すぎる性格のせいで、ぎこちない明るさになってしまうのだが、遥は、そんな俺に、天使のような優しい笑顔を向けてくれる。もちろん、その笑顔の奥に、寂しさが入り混じっていることは分かっていた。それでも、母親を失って、寂しいなどと泣くことは一切なく、毎日元気に保育園に通い続けた。そんな遥のけなげな姿に、どれだけ救われただろうか。遥がいてくれるからこそ、俺はギリギリのところで踏ん張ることができた。だが、遥には、一つ気になることがあった。ごめんね。妻が亡くなってから、遥は時々ふとその言葉を口にするようになった。何に対して謝っているのか尋ねても、理由を教えてくれない。遥は、なぜ謝るのだろう。直面した大きな謎に頭を悩ませているうちに、気づけば、舞子の一周期になっていた。まさしくん、久しぶり。はるかちゃん、こんにちは。最初に一周期にやってきたのは、舞子の姉のゆり子だった。ゆりちゃん、こんにちは。はるかが笑顔で駆け寄ると、ゆり子はそっとはるかの頭を撫でた。はるかちゃん、大きくなったわね。うん。だって、もう4歳になったから。そっか。もうお姉ちゃんだね。ゆり子が穏やかな声でそう言うと、遥は嬉しそうに目を輝かせた。ゆり子と会うのは妻の葬儀以来だった。久しぶり。あのさ、まさしくんって呼び方、やめてくれない？なんかくすぐったい。苦笑いする俺を見て、ゆり子が目尻を下げてくすっと笑った。そう？じゃあやめるわね。昔から全く変わらない笑顔に心が自然と軽くなる。実は俺たちは同じ高校出身だった。俺と舞子は同級生で、ゆり子は2つ上の先輩。ゆり子と舞子は学校でも評判の美人姉妹で、男女ともに人気があった。特にゆり子の方は高校生らしからぬ大人っぽい顔立ちと、当時から小顔で背が高く抜群のスタイル。それに加えて、どこの大学にでも入れるほど秀でた学力を持っていたが、ゆり子が実際に進んだのはモデルの道だった。大学に行かなかった理由は、一人で家計を支えていた父を助けるため。ゆり子と舞子の母は、二人が幼い頃に病気でこの世を去った。ゆり子はそれ以来、家事や食事などできることは何でもしていた。少しでも早く就職したのも、父に負担をかけさせないゆり子なりの気遣いだった。高校を出て、モデル事務所に入ると、すぐにゆり子は頭角を現す。有名雑誌の専属モデルを務め、休みなく働く日々。華々しい表舞台で何年も活躍し、3年前の結婚を機に引退した。ところが、その2年後、俺と時期を同じくして、ゆり子の旦那は事故で他界した。事故の原因は、旦那の飲酒運転だった。しかも、助手席には若い女性を乗せていたらしい。結局、助手席の女性は怪我はしたものの、命に別状はなし。旦那だけが、その事故で命を落とした。こうしてゆり子は、結婚からわずか1年で、未亡人となった。旦那だけでなく、妹まで失ったゆり子の絶望感は、計り知れない。久々に再会したゆり子は、心なしか、少し疲れて痩せているように見えた。ゆり子さん、また痩せた？心配そうに見つめると、ゆり子は不思議そうに首をかしげた。そうかしら。久しぶりに会ったからそう思うんじゃない？私なら元気よ。まさしの方こそ大丈夫？仕事と育児の両立は大変でしょ？まあ、でも、なんとかやってるよ。はるかがいい子でいてくれるおかげで。俺がそう答えると、はるかが嬉しそうに、俺のズボンを手で引っ張った。ねえ、パパ、はるかいい子なの？ああ、すごくいい子だよ。パパとママの自慢の娘だ。ママという言葉を出した途端、舞子の顔が思い浮かんで、涙が、一気にこみ上げてきた。すると、ゆり子がそんな俺の様子に気づいて、はるかに声をかけた。ねえ、はるかちゃん、ちょっとお外に出てみない？さっき、大きな蝶々がいたのよ。ほんと？行く！はるかがゆり子と手をつないで、外へ行った隙に、俺は、そっと涙を手で拭いた。ゆり子はいつもそうだった。涙もろい俺をさりげなく助けてくれる。俺は昔から泣き虫な自分が大嫌いだった。高校時代、弓道部に入っていた時も、ことあるごとに涙を流していた。そのせいで、周りからは男のくせになよなよしたやつだ、などとからかわれる始末。同じ弓道部の先輩だったゆり子は、いちいち落ち込む俺に、笑いながら声をかけてくれた。まさしは確かに泣き虫ね。でも悪いことじゃないわ。涙を流せるのは感情豊かで優しい証拠よ。その時からだ。俺がゆり子に思いを寄せるようになったのは。しかし、俺の片思いは叶うことなく終わりを告げる。ゆり子の卒業式当日、思いをしたためた告白の手紙は桜の花びらと一緒に儚く散った。ゆり子はそれからすぐに上京したので、俺はいつまでも思いを引きずらずに済んだ。その後、俺は当時弓道部のマネージャーを務めていた舞子から告白されて付き合うことになる。俺たちの交際は順調に進み、大学を卒業後に結婚した。そして、俺たちの結婚からしばらくして、ゆり子もモデル事務所の社長と結婚。互いに幸せな人生を歩んでいるはずだった。ところが、俺たちは不運にも互いの伴侶を事故で失う。しかも、ゆり子は旦那だけでなく妹まで。それでも、こうして俺とはるかを気遣うゆり子の優しさには頭が下がる思いだ。俺が表にいるゆり子とはるかを眺めていると、そこへ舞子の父が現れた。お父さん、こんにちは。義父はいつものように俺の挨拶を無視して、ゆり子とはるかのもとへ向かった。舞子が亡くなってから、義父と俺の関係は悪化した。もともと大工の棟梁をしている義父は、結婚する前から俺のことをよく思ってはいない。武骨で男気あふれる職人気質な義父にとって、涙もろい俺は、頼りない男にしか見えないのだろう。葬儀の日、涙を流す俺に、義父は怒りをにじませながら、こう言い放った。お前が舞子の命を奪ったんだ！あの日、俺が舞子の代わりに運転していればと、何度後悔しただろう。全責任は、慣れない運転を舞子にさせた俺にあった。義父に対して頭を下げることしかできず、舞子を救えなかった自分をずっと責め続けている。義父はきっと、これからも俺を許したりしないだろう。それでも俺は、義父と向き合っていかなければならない。はるかのためにも、義父との仲を何とかしたいと、常日頃から思っていた。お父さん、今度よかったら、はるかと3人で出かけませんか？2人と話を終えて戻ってきた義父に、恐る恐る声をかけると、義父はそれをかき消すように、大きなため息をついた。ああ、いいか、これだけは覚えておけ。はるかがいなければ、俺はお前と二度と関わったりしない。義父の鋭い視線が、俺に向けられた。お前のせいで、舞子はいなくなったんだ。そんなお前を、俺が許すと思うか？いいえ、分かっているなら、俺と関わりを持とうとするな。これから先もずっとだ。それだけ言うと、義父は硬い表情を崩すことなく、去っていった。俺は何も言い返すことができず、呆然とその場に立ち尽くした。こうなったのは、すべて俺のせいだと分かっている。だが、心は限界を迎えそうだった。小さく震える手を握りしめ、再びこみ上げてきそうになる涙を必死でこらえる。もう、無理かもしれない。俺が諦めかけたその時、外から戻ってきたゆり子から予想もしない言葉をかけられた。ねえ、まさし。私たち、一緒に暮らさない？え？思いがけない展開に、涙も今ではないと気づいたようで、自然と引いていった。驚いてゆり子を見つめると、ゆり子は苦笑いしながら、俺を見つめ返した。話が、急すぎるわよね。ごめん。でも、実は結構前から考えていたの。ほら、私も一人になったし、まさしも舞子がいなくなって大変だろうって。ゆり子は、慣れない家事や育児に奮闘する俺を気遣って、同居を提案してくれた。正直、家のことを舞子に任せっきりだった俺にとっては、ありがたい話だった。ただ、ゆり子と一つ屋根の下で暮らすというのが、どうしても引っかかる。いくら義士とはいえ、一度は好きになった女性だ。亡くなった舞子に申し訳ない思いが芽生えないわけではない。せっかくの申し出だが、断ろうと思っていると、俺より先に、はるかが口を開いた。パパ、私ゆりちゃんと一緒に住みたい。はるかがこんなにも自分の意思をはっきりと伝えるのは久しぶりだった。舞子がいなくなってからというもの、はるかはいつも俺に気を使ってばかりいた。欲しいものがあっても決してねだったりすることはなく、わがままも一切言わない。そのはるかがゆり子との同居を熱望している。はるかのまっすぐ俺を見つめる瞳に、俺は自分の答えを曲げざるを得なかった。はるかがそう言うなら。戸惑いながらも俺が返事をすると、ゆり子は安心したように柔らかく微笑んだ。よかった。だが、この時の俺はまだ、ゆり子が同居を望む本当の理由を分かっていなかった。ゆり子が俺たちの家に引っ越してきたのは、それから1ヶ月後の日曜日。俺は、はるかと一緒に、ゆり子の荷ほどきを手伝った。え、荷物これだけ？うん。私、意外と物に執着しないタイプなの。それにしても少なくない？いいからいいから。ね、はるかちゃん。これからよろしくね。ゆり子は、笑顔ではるかに挨拶をした。うん、今日からずっと一緒だね。嬉しそうに笑うはるかに胸がチクッと痛む。俺たちは親戚だが、ゆり子とずっと同居が続く保証はない。はるかに淡い期待を抱かせてしまうことに不安を感じていると、ゆり子が大きくうなずいた。うん、ずーっと一緒だよ。あまりにも無責任ではないかと思いつつも、ゆり子がそう答えてくれたことが少し嬉しかった。俺もはるかも口にすることはなかったが、やはり舞子のいない寂しさは二人とも感じていた。ゆり子が来てくれたことで、部屋がかつての明るさを取り戻していく。久しぶりに心から笑うはるかを見られただけで、俺は感極まってしまった。ゆり子さん、ありがとう。涙ぐむ俺を見て、ゆり子は眉を8の字にして笑った。大げさなんだから。いや、だって。そんなことで泣いてどうするのよ。泣いてない。俺が頬をあからめると、はるかが俺の顔を覗き込んだ。パパ、泣かないで。いい子いい子。はるかはいつも舞子にそうしてもらっていたように、俺の手をさすった。その瞬間、抑えていた感情が爆発して、俺の目から滝のように涙が溢れ出した。ダメだ。俺、ごめん。必死に涙を手で拭ったが、今まで我慢してきた思いを止めることはできなかった。すると、さっきまで笑っていたゆり子が優しく俺を包み込んだ。私の方こそ、笑ってごめん。いいのよ。思う存分泣いて。こみ上げてくる深い悲しみが、おえつとなって溢れ出す。はるかは、普段とは違う俺の泣き声に驚いていたが、すぐに俺を心配して、足元に抱きついた。はるかも、パパが元気になるように、ぎゅーってする。ゆり子とはるかの優しさが、余計に涙を加速させる。ごめんな、はるか。ごめん。まだ幼いはるかを差し置いて、俺が泣くなんて父親失格だ。泣きながら俺が謝っていると、はるかも俺に抱きついたまま、同じように繰り返した。ごめんね。ごめんね。いいんだよ。はるかは謝らなくて。いくらそう言っても、はるかは俺が泣き止むまで、ひたすらごめんねと言い続けた。その夜、俺たちは三人で食卓を囲んだ。さっきは、かっこ悪いとこ見せちゃったからな。お詫びに、今日は出前で寿司でも頼もうか。やったー！はるかね、かっぱ巻きが食べたい。いいぞ、かっぱ巻き、大歓迎だ。笑顔ではるかの頭を撫でると、隣にいたゆり子が、くすくすと笑った。じゃあ、私もかっぱ巻きかな。え、本気で言ってる？もちろん。でも、本当は、トロも、イクラも、ウニも、ちょっと。冗談よ。ありがとね。気を使ってくれて。そんな、お礼を言うのは俺の方だよ。俺さ、強くなる。遥かを守れる立派な父親にならないと。力強くうなずく俺を見て、ゆり子も大きくうなずいた。うん。まさし、一緒に頑張ろう。頑張れではなく、頑張ろうと寄り添う言葉を選んでくれたゆり子の優しさに、胸が熱くなった。ゆり子は強い女性だ。そう思っていた俺は、食事の後でゆり子の信じられない姿を目撃する。食事が終わると、遥かはお腹いっぱいになったようで、すぐに眠りについた。俺は遥かを寝室に連れて行った後で、リビングに戻った。さて、俺たちもそろそろ寝ようか。そうね。おやすみ。また明日。明日もまた、ゆり子がここにいることが嬉しくて、思わず顔がほころぶ。明日だけではなく、これからは毎日。俺は久しぶりに心の安らぎを感じている自分に驚いた。舞子が亡くなってから、こんな気持ちになるのは初めてだった。おやすみ、ゆり子さん。少し照れながら、俺たちはそれぞれの寝室へ向かった。それから1時間ほど経った頃だろうか。布団でうとうと仕掛けていた俺は、無性に喉が渇いて、水を飲みにリビングへ。すると、洗面所の明かりがついているのに気づいた。あれ、消し忘れてたかな。ブツブツとつぶやきながら、洗面所の扉を開けた俺は、目に飛び込んできた衝撃の光景に、言葉を失った。なんと、そこにいたのはゆり子だった。上着を羽織るつもりで、タンクトップ姿になっていたのだが、驚いたのはその細さ。もともとモデルをしていたので、ある程度痩せているのはわかる。しかし、目の前のゆり子は、痩せているどころの騒ぎではなかった。大きく開いた胸元部分は、鎖骨の下がくぼんで、骨が浮き出ていた。さらに、すらりと細長かった腕も、血管が浮き出るほどガリガリに痩せている。一周期の時に少し痩せたと感じたのは、間違いではなかった。まだ9月中旬だというのに、首の詰まった長袖を着ていたのも、どうやら痩せてしまった自分を隠すためだったようだ。ごめん、ちょっとシャワー浴びてたの。びっくりしたよね。ゆり子は慌てて上着を羽織ると、そのまま早足でその場から立ち去ろうとした。待った！俺は急いでゆり子の手を掴んで引き止めた。なあ、ゆり子さん。どうしたんだよ。何があった？掴んだ手首が折れてしまいそうなほど細くて、思わず驚いて手を離す。ゆり子はやはり昔とは比べ物にならないくらいひどく痩せ細っていた。何にもないわよ。私はいつも通り。そんなわけないだろ。ここまで痩せて。よく考えたら、さっきだってあまり食べてなかったよな。体型を気にしてるのかと思ったけど、そうじゃない。ゆり子は黙って俺から目をそらした。とりあえずリビングに行こう。話はそれから。俺はゆり子の手を引いてリビングに向かった。ゆり子さん、どうしてそんな風になったのか教えてくれないか。俺が真剣な表情で尋ねると、ゆり子は戸惑いながらも少しずつ真相を話してくれた。実はね、亡くなった旦那はお金にだらしない人で、たくさんの借金を抱えていたの。ゆり子の旦那はモデル事務所の社長で、日頃から派手な暮らしをしていたが、実際家計は火の車だったらしい。ゆり子は家での出費をなるべく抑え、節約生活を余儀なくされた。一方旦那はギャンブルと女遊びで湯水のごとく金を使い、借金をしてまで周りに自分を大きく見せようとしていた。事故の日に、助手席に座っていた若い女性というのも、旦那の愛人の一人だったと、ユリコは教えてくれた。あの人に愛人がいることは知ってたから、特に驚いてはないの。でも、借金は思ったより多くて。旦那が亡くなった後、ユリコは借金の額を知って愕然とした。そして、借金返済のために、この1年は寝る間も惜しんで、いくつもの仕事を掛け持ちしていたらしい。私って、高校を卒業してすぐにモデルになったでしょ？だから、他の仕事って何も知らなくて。ユリコは慣れない仕事に苦労しながら、必死に旦那の借金を返していった。ところが、多額の借金の重圧は、次第にユリコを苦しめていく。精神的に追い詰められていったユリコは、食事も喉を通らなくなり、体重が減少。借金を全て返済する頃には、身も心もボロボロになっていた。知らなかった。ユリコさんがそんな大変な思いをしてたなんて。でも、どうやってそんな多額の借金を返済できたの？家を売ったの。え？ユリコは借金返済の最後の手段として自分の住まいを手放していた。ここに来る時に異常なまでに荷物が少なかったのも全てを売り払ったからだと納得がいった。私にはもう戻る場所がないの。こんなこと父が知ったら悲しむだろうから絶対に言えないし。だから。ゆり子は震える声で、俺に頭を下げた。ごめん。私には、まさししか頼れる人がいなかったの。都合のいいこと言って一緒に住もうなんて、最低よね。自分の保身のために。ゆり子の瞳に涙が浮かび上がるのが見えて、俺は慌てて首を横に振った。最低なんかじゃないよ。ゆり子さんは必死に頑張って、誰にも迷惑かけずに、一人で借金返済してさ、すごいよ。俺はユリコの隣に座り、痩せ細った手にそっと自分の手を重ねた。俺を頼ってくれてありがとう。俺もはるかもユリコさんが来てくれて本当に嬉しいんだ。だから気の済むまでずっとここにいていいんだよ。まさし。ユリコの瞳から大粒の涙が溢れた。ユリコが俺の前で涙を流すのはこの時が初めてだった。ずっと一人で心細かった。誰にも相談できなくて苦しくて何度も諦めそうになって。でもまさしとはるかちゃんが頑張ってるのを知ってたから。うん俺はユリコを優しく引き寄せた。ユリコさんよく頑張ったね。でも、これからは一人で悩まなくていいんだよ。俺とはるかがそばにいるから。ゆり子は小さくうなずきながら、俺の胸に顔をうずめて泣いた。その姿は、まるで幼い子供が泣いているかのように弱々しい。俺は、ゆり子のことを強いだなんて勝手に思っていた自分を恥じた。これからは、俺がゆり子を守る。そう強く胸に刻み、ゆり子が泣き疲れて眠るまでずっとそばに寄り添い続けた。翌朝、ゆり子は昨日泣いたことなど一切感じさせないほど元気だった。おはよう、まさし、はるかちゃん。朝ごはん用意したから食べて。食卓に並ぶ色鮮やかな朝食に、俺とはるかは目を奪われた。うわー、すごい！はるか、こんな朝ごはん久しぶりだな。うん、美味しそう。ゆりちゃん、食べていい？キラキラした視線をはるかが向けると、ゆり子は笑顔でうなずいた。もちろん、たくさん食べて、今日も元気に頑張ろう。ゆり子の元気な姿を見て、俺はほっと胸をなでおろした。よし、はるか、食べるぞ！はるかと二人で手を合わせ、いただきますの声を揃える。ゆり子の作ってくれた朝食はどれも美味しくて、俺たちは夢中で頬張った。美味しいね、パパ。うん。夜ご飯も楽しみだね。あはは、うん。はるかの幸せそうな笑顔を見て、ゆり子が来てくれて本当に良かったと思いながら大きくうなずく。そしてこの幸せができる限り長く続くよう心の中でそっと願った。そういえばゆり子さん、仕事はこれからも続けるの？体調のこともあるし、少し休んだらどうかな。食事を終えると俺は食器を片付けついでにゆり子に今後のことを尋ねた。するとゆり子は食器を洗いながら苦笑いした。あのね、仕事は引っ越してくる前に全部やめてきたの。通勤も遠くなるし。そっか、それならよかった。しばらくはゆっくりして。ううん、働きたいの。今度は借金返済のためとかじゃなくて、自分のために。やりがいのある自分に合った仕事を見つけられたらって思ってて。それならうちの会社で働かない？え？実は今女性誌の編集者を何名か募集してるんだ。ゆり子さんは元モデルだしぴったりだと思う。でもしゆり子さんにその気があったらだけど。ある！その仕事やってみたい！自分の経験を活かせるなんてこんな嬉しいことはないわ。それなら今日上司に話してみるよ。うん、ありがとう。まさしがいてくれて本当によかった。俺に向けられたゆり子の笑顔はうっとりするほど綺麗だった。心が奪われるとはこういうことなのだろう。俺はその笑顔から目が離せなくなった。もしかしてこの気持ちは。胸の奥から湧き上がる感情に俺は慌てて蓋をした。そろそろ通園の時間だ。急いではるかの保育園の準備をすると、はるかの手を取って玄関へ向かった。じゃあ行ってきます。ほら、はるかもゆり子さんに行ってきますして。俺がはるかに声をかけると、はるかはドアの前で振り返ってゆり子に手を振った。ゆりちゃん、行ってきます。あと、ごめんね。え？ごめんね？はるかちゃん、どうしたの？なんでもない。でも、ごめんね。はるかはそれだけ言うと、走って駐車場に行ってしまった。俺ははるかを車に乗せた後、保育園までの道のりで、はるかにさっき謝った理由を尋ねた。はるか、さっきはどうしてゆり子さんにごめんなさいって言ったんだ？ゆり子さんだけじゃない。パパにもすぐごめんなさいって言うだろ。うん。何か謝りたいことがあるのか？はるかは少し悩んだ後、困った顔で俺を見つめた。あのね。はるかがごめんなさいしてるんじゃないの。あ、どういうことだ？じゃあ、誰が？ママだよ。それを聞いて、俺はゆっくり車を道の脇に寄せた。ママ？はるか、ママがごめんなさいって言ったのか？俺とゆり子さんに。うん。でもね、どうしてごめんなさいって言ったのか忘れちゃったの。あの日車がぶつかって、眠くなってそれで。涙をこらえながら必死に思い出そうとするはるかを見て、俺は思い切りはるかを抱きしめた。ごめん、はるか。悲しいことを思い出させて。優しくはるかの頭を撫でて落ち着かせた後、俺ははるかをじっと見つめた。だから、もう思い出そうとしなくていい。ごめんなさいも言わなくていいよ。わかった？うん、わかった。俺は、はるかを保育園に送った後、はるかの言ったことを考えていた。舞子が俺とゆり子に謝りたいこととは、一体何なのか。心当たりがなさすぎて、考えても何も出てこなかった。いつかはるかがふと思い出した時に、答えがわかるのだろう。そう思い、それ以上考えるのをやめてしまった。出社後、俺はすぐに上司にゆり子の話をした。日頃、あまり話さない俺が熱く語り出したので、上司もただ事ではないと感じたらしい。ゆり子と一度会って、話がしたいと言われ、俺は家に帰るとそのことをゆり子に伝えた。早速だけど来週うちの会社に来てくれないか。上司がゆり子さんに会ってみたいって。本当？嬉しい。じゃあ気合い入れていかないとね。ゆり子さんならきっと大丈夫だよ。それでさ、お父さんには話した方がいいと思うんだ。就職のこととか同居のこととかまだ言ってないよね。うん。ゆり子さんがお父さんに心配かけたくない気持ちはわかる。でも父親としては娘が今どうしてるとかそういうのは気になると思うから。同じ娘を持つ父親として義父がゆり子を心配しているだろうことは舞子の一周忌を見ていても分かった。一周忌が行われた日、義父は真っ先にゆり子のもとへ話をしに行った。遠くから少し聞こえていた会話では、俺と同じように痩せたことを心配していたり、旦那がいない一人暮らしを案じていた。離れているからこそより一層娘のことが気がかりなのだろう。娘を大切に思う気持ちが遠くから見ていても伝わってきていた。だから今週末に一緒にお父さんの家に行かないか。もちろん借金のことは過ぎたことだし伝えなくてもいいと思う。仕事のことと同居のことだけ。俺がそう言うとゆり子が複雑な表情で話を遮った。でもお父さんはきっと。うん、同居には反対するだろうね。俺と住むなんてもってのほかだって言われそうだな。俺は苦笑いしながら頭をかいた。それに仕事も俺が進めたって知ったら止めそうだし。でもそれでも伝えるべきだと思う。俺はお父さんとちゃんと向き合いたいんだ。舞子が事故に遭った日から今まで俺は自分を責め続けてきた。義父に何を言われても謝ることしかできず、目の前の現実から目を背けてばかりいた。だがこのままではいけない。俺は遥のため、そしてゆり子のために強くなろうと決めたのだから。ここで話せなかったらお父さんとの関係性はずっと変わらないままだと思う。それは嫌なんだ。これからもゆり子さんと一緒にいたいし、お父さんとも仲良くしたい。まさし、分かったわ。週末一緒に行きましょう。でも大丈夫かしら。何を？同居するって言ったらもしかして私たちの関係を疑うかもしれないわよ。ゆり子は少し頬をあからめながら俺を見つめた。それを聞いて俺は思わず吹き出した。それはないだろう。どうして？ゆり子さんが俺に気がないことぐらい誰だってわかるからだよ。もちろん俺だって一度振られてるんだからわかってるし。え？ゆり子は驚いて目を丸くした。振られてるってどういうこと？ああ、ひどいな。俺の一世一代の告白を忘れるなんて。俺がわざとらしく悲しむ素振りをすると、ゆり子が俺に詰め寄った。嘘を言わないで。私告白なんかされてないわ。俺は訳がわからず、口をポカンと開けたまま、当時のことを思い出した。ゆり子の卒業式の日。もし俺のことを好きだったら、河川敷に来てほしいと書いた手紙を、ゆり子の自宅のポストに突っ込んだ。だがゆり子はその日河川敷に現れず、昇進して河原に寝そべっていたところをたまたま通りがかった舞子に見つかってしまった。告白の話をすると何とも言えない表情で慰めてくれた舞子。じゃあ私と付き合ってみる？何の前触れもなく突然そう言われて戸惑ったが、それから1ヶ月後、俺と舞子は付き合うことになった。その時の手紙を忘れたりするだろうか。俺は思い切って手紙のことを尋ねてみた。なあゆり子さん、卒業式の日に俺の手紙読んでくれた？手紙？何それ？ゆり子さんのことを好きだって書いた手紙だよ。え？そんなの知らない。だってもし読んでたら私。ゆり子は真っ赤になりながらうつむいた。その反応を見て俺もつられて赤くなる。俺の告白はゆり子に届いていなかった。それだけじゃない。あの時もしかしてゆり子も俺のことを。鼓動が一気に早まり、目の前のゆり子を直視することができない。もう過去の出来事のはずなのに、俺の心臓は全く静まる気配がなかった。まあ10年以上も前のことだもんな。俺が笑ってごまかすと、ゆり子は顔を上げてまっすぐ俺を見つめた。ねえ、その告白もう時効なの？ゆり子の吸い込まれてしまいそうなほど澄んだ瞳が俺の心の奥を見透かしていそうで怖かった。もし時効でないと言ったなら、ゆり子はどう答えるのだろう。そしてそれを聞いた俺は、そんなことを考えること自体舞子に申し訳ない気がした。時効に決まってるだろ。俺が少し乱暴に答えると、ゆり子は寂しそうに微笑んだ。そうだよね。ごめん、変なこと聞いて。じゃあ週末よろしくね。そそくさと去っていくゆり子の後ろ姿を見て、胸がズキンと痛んだ。痛みの正体が何かは分かっていたが、俺はわざとそれに気づかないふりをした。週末までの間、俺とゆり子の間にはどこか気まずい空気が流れていた。どちらかというと、俺がゆり子を避けていたという方が正しいかもしれない。俺たちはかつて両思いだった。もう過去のことだというのに、俺はそれを知ってから過剰にゆり子を意識するようになってしまった。これから先一つ屋根の下で暮らすというのに、ゆり子に再び好意を抱くなんて。ゆり子への気持ちが高まりそうになればなるほど、俺の中で舞子に対する罪悪感が募っていく。それにこれは俺だけの問題ではない。もし俺がゆり子を好きになってしまったら、はるかはどう思うだろうか。まだ幼い娘のことも考えると、俺は自覚しかけた恋を胸の奥にしまわざるを得なかった。ゆり子もそんな俺の態度を察してか、普段も当たり障りのない会話しかしてこない。そうしているうちに、あっという間に週末がやってきた。そして俺たちは3人で義父の家へ向かった。ただいまお父さん。ゆり子が挨拶をすると、義父は小さくうなずいた。いつもならきっといくつか言葉を交わしているのだろう。だが義父はゆり子の隣に俺がいるのを知って、娘との会話を諦めた。じいじ、こんにちは。はるかが駆け寄ると、めったに笑わない義父は笑顔ではるかの頭を撫でた。義父は孫のはるかには優しい。まな娘が残した子供を大切に思うのは当然のことだ。はるかは義父と手をつなぎ、一足先に今へ行った。まさし、一緒に頑張ろう。ゆり子は不安そうな俺に優しく微笑みかけた。その瞬間、俺は改めてゆり子のことが好きだと強く感じた。穏やかな優しさで、いつも俺に寄り添ってくれるゆり子。これからもずっと俺の隣で微笑んでいてほしい。俺は大きく深呼吸すると、まっすぐゆり子を見つめた。うん。一緒に頑張ろう。これからもずっと。その言葉をどう受け取ったのかはわからないが、ゆり子は少し驚いた後で黙って小さくうなずいた。二人で今に行くと、義父からは先ほどの笑顔が消えていた。おいゆり子、話があると言っていたがなんだ。62歳とはいえ大柄な義父の佇まいには威厳があった。この背中に何人もの職人たちがついていっているのだろう。張り詰めた空気がまるで静電気のように俺の体にビリビリと伝わってくる。この気迫に負けてはいけない。分かってはいたが、両手を強く握りしめていなければ緊張感に押しつぶされてしまいそうだった。あのね、私まさしくんとはるかちゃんと一緒に住むことにしたの。それから出版社で女性誌の編集者として働こうと思ってる。まさしくんの働いてる会社で。ゆり子の話をギフは黙って聞いていた。そして、ゆり子が話し終えると、はるかに庭で遊んでおいでと言って、俺たちから遠ざけた。ゆり子の話は分かった。分かった上で、俺は反対だ。帰る家がないって言うならうちに来い。何もそいつの家に転がり込むことはないんだ。ギフは、俺に鋭い眼差しを向けた。どうせお前がゆり子をそそのかしたんだろう。娘の世話ができないとかなんとか言って。情けない。お前みたいな奴は、所詮一人じゃ何もできないんだ。ちょっとお父さん、そんなことない。うるさい。俺はこいつのことが前からいけすかなかったんだ。ゆり子も舞子も。どうして俺の娘は、二人とも男を見る目がないのか。義父は、深いため息をつきながら、眉間にシワを寄せた。本当は旦那が借金でもして、家を売り払うことになったんじゃないのか。そんなに痩せて。どうして、お父さんには何も言ってないのに。そんなもん、あの男を見ていたらわかる。派手なブランド物ばかり身につけて、それに比べて、お前はいつも質素な服。家にだって帰ってきてなかっただろう。義父は結婚してからも、頻繁に実家に泊まりに来るゆり子の様子で、家庭がうまくいっていないことに気づいていたらしい。何度も家に帰ってこいと言おうとしたが、懸命に明るく振る舞うゆり子を見て、黙って見守ることにしたという。ゆり子、お前はいつも一人で抱え込むところがある。まあ、それを放っておいた俺にも責任があるがな。だから帰ってこい。もうお前に苦労をさせたくないんだ。悲痛な面持ちで訴えかける義父に、ゆり子は思わず涙を流した。義父は最初から全てを見抜いていた。その上で、一人で頑張ろうとする娘を、遠くから見守っていたのだろう。義父の娘への深い愛に、思わず胸が熱くなる。俺が涙をこらえていると、それを見た義父が、呆れた表情で俺を見つめた。ああ、男が簡単に涙を見せるな。まったく、お前みたいな男と暮らしてるはるかが不憫でならない。いいか、ゆり子とは距離を置くんだ。ゆり子にこれ以上近づくな。俺に何も言わせまいと、義父は俺を鋭く睨みつけた。いつもなら、ここで心が折れてしまい、何も言えなくなってしまう。だが、一緒に頑張ろうと言ってくれたゆり子のためにも、引き下がるわけにはいかなかった。嫌です。何？俺は、ゆり子さんと距離を置きたくありません。俺は、必死に声を絞り出して、恐る恐る義父に言い返した。ゆり子さんからいろいろな話を聞いて、俺がゆり子さんを支えたいと思ったんです。確かに、俺は頼りないかもしれない。でも、二人で一緒に頑張ろうと。黙れ！舞子の命を奪っておきながら、今度はゆり子にまで苦労をかけさせる気か。もういい、帰れ。この家から出ていけ！義父は、声を荒げて怒りをにじませた。俺はそんな義父にひるむことなく、まっすぐ義父を見つめた。出て行きません。俺は、ゆり子さんと前を向いて、はるかと三人で生きていくと決めたんです。それが、亡くなった舞子にできる、唯一の償いだと思うので。涙をこらえながら、俺は義父に頭を下げた。だから、お願いします。ゆり子さんと一緒にいさせてください。絶対に、ゆり子さんを悲しませるようなことはしませんから。義父からの返事はなかった。呆れているのか、怒っているのかはわからない。重苦しい沈黙が続いていたその時、ふと隣に人の気配を感じた。俺が顔を上げると、そこには庭から戻ってきたはるかが立っていた。じいじ、お願いします。はるか、ゆりちゃんと一緒にいたいです。はるかはそう言って、義父にペコリと頭を下げた。ゆりちゃんといる時のパパ、すごく嬉しそうなの。ゆりちゃんもだよ。二人が嬉しいと、はるかもすっごく嬉しい。はるかの言葉に、険しかった義父の表情が少し崩れた。はるか、でもなあ、俺は。義父が戸惑いながら眉をひそめると、春はすかさず義父のもとへ。じいじが嬉しそうだと、はるかはもっと嬉しいよ。だから、笑って。みんなでニコニコしてると、ママも喜ぶと思う。はるかの笑った顔が、舞子にそっくりで、俺の方に自然と涙が伝った。どうやら義父も同じように思っていたらしく、目に光るものが見えた。お父さん、私からもお願いします。まさしくんとはるかちゃんとの同居を許してください。ゆり子は俺の隣に来て頭を下げた。今度こそ、お父さんに心配かけさせません。安心して。まさしくんとはるかちゃんと一緒なら、私はいつでも笑顔でいられるから。それを聞いた途端、義父が立ち上がって、俺たちに背を向けた。もういい。好きにしろ。義父の声は、わずかに震えていた。その代わり、ゆり子を泣かすような真似だけは絶対にするな。いいな。はい。俺が義父の背中に向かって、大声をぶつけると、少し横を向いた義父の口元が緩んだのが見えた。ふっ、それだけでかい声が出せるなら最初からビシッと決めろ。あとな、男は人前で泣くもんじゃない。話は以上だ。それだけ言うと、義父は俺たちに背を向けて歩き出した。ありがとうございます、お父さん。俺はそうつぶやくと、今を出ていく義父の後ろ姿に頭を下げた。見送る義父の広い背中からは、娘を思う優しさがにじみ出ているようだった。まったく、男は人前で泣くなですって。お父さんったら本当に頭でっかちなんだから。でもよかった、これで心置きなく一緒に住めるわね。義父の自宅からの帰り道、ゆり子は嬉しそうに笑顔を見せた。仕事のことも特に何も言われなかったし、これからはようやく。って、ちょっと泣いてるの？隣でボロボロと涙を流す俺を見て、ゆり子は慌てて足を止めた。だって、嬉しかったから。お父さんに認めてもらえて。俺たち、これからも一緒にいられるんだと思ったら、涙が。わかるけど、そんなに泣くこと。まあ、いっか。それもまさしのいいところだもんね。ゆり子は、遊び疲れて寝てしまったはるかを、背負う俺の顔にそっと触れた。まさしのそんな優しいところが、ずっと好きだった。今も、好き。ゆり子の思わぬ告白に、流れていた涙がピタリと止まった。泣き虫で、人のことばかり考えて、誰よりも優しくて、これからもそんなまさしと一緒にいられるなんて、私は幸せ者ね。穏やかな午後の日差しの下で、柔らかく微笑むゆり子が光り輝いて見えた。俺の心に差し込んだ笑顔は、高ぶる感情を一気に動かした。俺もゆり子さんが好きだ。ずっと一緒にいたいと思ってる。でも。わかってる。何も言わないで。舞子とはるかちゃんのことを考えたら、私たちは今の関係のままでいる方がいい。ゆり子は笑顔のままうなずいた。これからも一緒にいられるだけで、私は十分。さあ、早く家に帰りましょう。そう言って、颯爽と歩き出すゆり子を、俺は急いで追いかけた。こうして、俺たちの同居生活が再び始まった。ゆり子は会社に無事就職し、毎日楽しそうに働いている。食欲も戻り始め、痩せていた体も少しずつ元の体型に戻っていった。そして、同居から1年が経とうとした頃、はるかの5歳の誕生日がやってきた。ゆり子が作ってくれたごちそうと、俺が買ってきたケーキを見て、遥は大喜び。プレゼントには、前から欲しがっていた着せ替え人形をあげた。いい？ろうそくを吹き消すときに願い事をするんだぞ。ケーキのろうそくに火をつけ、部屋の明かりを消す。遥が勢いよく息を吹くと、あっという間にろうそくの火が消えた。おめでとう、遥。遥ちゃん、おめでとう。俺たちが思いっきり抱きつくと、薄暗がりの中で、遥の嬉しそうな笑顔が光った。ねえ、遥ちゃんは何をお願いしたの？ゆり子が尋ねると、遥は少し恥ずかしそうに答えた。ゆりちゃんが、遥のママになってくれますようにって、お願いしたの。え？ゆり子が驚いて俺を見つめると、遥も俺を見つめた。ねえ、パパ、遥のお願い叶う？うん、そうだな。とりあえず電気つけるぞ。俺は動揺しながら部屋の明かりをつけた。まさか、遥がそんなことを言うなんて。俺とゆり子が驚いていると、遥はさらに驚くべき行動を取り始めた。あ、そうだ。遥ね、思い出したの。あ、何を？遥は不思議そうな顔をする俺の前に、あるものを持ってきた。これは。遥から渡されたシワのついた手紙を見て、俺は驚いて言葉に詰まった。その手紙は、俺がゆり子に当てて書いたもの。ゆり子の名前が少し薄く擦れていて、よく見ないとわからなかったが、差出人の名前は俺になっていた。あのね、パパがいないとき、ママはいつもこれを見て泣いてたの。ごめんね、ごめんねって言って。遥がなぜ、舞子に泣いているのか尋ねると、舞子は泣きながら、俺とゆり子の名前を出したのだという。パパとゆりちゃんに悪いことしちゃったんだって。でも、ママはもう謝れないから、遥が代わりにごめんなさいしたの。どうして、遥は思い出したんだ？今日ね、ゆりちゃんとパパにお手紙書こうと思って、ママの引き出しを開けたの。そしたらこれが出てきたから思い出したんだ。遥は俺とゆり子を交互に見つめた。ねえ、ママのこと許してくれる？ママね、いつもごめんなさいって言ってたよ。だから。不安そうな表情の遥の頭を、ゆり子がそっと撫でた。もちろん。でもね、大丈夫。ママは何も悪いことしてないよ。ねえ、まさし。まあ、そうだな。ママは悪くない。俺は笑顔で遥を見つめた。遥は笑顔の俺たちを見て、ほっと息をついた。よかったー。ママもきっと天国で笑ってるね。俺とゆり子は、シワの入った手紙に視線を落とした後、二人で顔を見合わせて、微笑みうなずいた。その夜、遥が寝静まってから、俺はゆり子に呼び出された。あのね、実は卒業式の日に、舞子に言われたことがあって。ゆり子は、当時の出来事を振り返るように話し始めた。あの日、舞子は何かを持って私の部屋に来たの。今思うと、あれはこの手紙だったんだと思う。舞子はいつになく険しい顔で、ゆり子の部屋に入ってくると、いきなりゆり子に頭を下げたらしい。どうしても譲ってほしいものがあるって言われたの。舞子がそんなこと言うの初めてだったから、驚いたわ。舞子にとって、姉のゆり子は憧れだった。美人で頭が良く、舞子が欲しいものをゆり子は全て手に入れていた。そして自分の好きな人でさえ手に入れようとしていたことを、舞子は俺の手紙で知る。お姉ちゃんは私の欲しいものを何でも持ってる。だから一つくらい私に譲ってほしいって。百合子は当時を懐かしそうに振り返った。私は何のことかさっぱりわからないから別にいいよって言ったの。だけど私はその時に一番欲しかったものを手放しちゃったみたいね。舞子が俺と付き合ったと知り、百合子は密かにショックを受けていたそうだ。だがその時はまさか舞子が俺のことを譲ってくれと言っていたとは思ってもいなかったらしい。正志といる時の幸せそうな舞子を見て、私は諦める決心がついた。それなのに舞子はずっとそのことを気にしていたなんて。百合子の瞳から一筋の涙がこぼれ落ちた。舞子にもう一度会いたい、会って私の方こそごめんねって。俺は肩を震わせて泣く百合子の手を握りしめた。大丈夫だよきっと。舞子は天国で俺たちを見守ってくれてる。だから俺は緊張しながら思いを伝えた。俺たち一緒になろう。俺百合子さんを心から愛してる。ドクンドクンと大きな音を立てる心臓が俺の体を揺らす。百合子はその鼓動に身を委ねながらゆっくりとうなずいた。私も愛してる。正志、一緒に幸せになろうね。俺と百合子は泣きながらお互いの鼓動に耳を傾けた。心臓の音が重なり、ゆっくりと落ち着きを取り戻す。はるかにこのことをいつか伝える日が来るかもしれない。ただその時にも俺たち3人の絆は決して揺るがないと信じている。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の2人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様はすぐに画面下のチャンネル登録と通知をベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。またいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。